皆さんこんにちは。真実を語る黒子です。世間ではお盆が終わりまして、少しずつ通常運転に戻りつつあるという方が多くなってきたのではないでしょうか。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。黒子はといえばですね、この残暑の厳しいとも言える暑さの中、一日の半分以上は部屋の隅っこで体育座りをしながら天井を見て過ごしております。まあそんな中ですけれども、黒子ちゃんと二人で今日も動画を作っていこうというわけでございます。でですね、先日ツイッターを拝見しておりましたら、何やら黒子のことを話題にしてくださっている方々がおりまして、で、その話題にしている元になっているサイトというのがあるようで、教えていただいたんですよ。まあ、ということで今日はですね、そのサイトをご紹介させていただきながら、何やら雑談をしていきたいなと思っている次第でございます。まあ、雑談といってもですね、黒子の考えていること、皆様にお願いしたいこともございますので、ぜひ最後までご視聴いただきたいなと思っております。で、おそらくですね、このサイトは、黒子のようにですね、ネットの流行に疎い人間が知らないだけで、流行に敏感な皆様方であればご存知の方も多くいらっしゃるかもしれません。はい、今日ご紹介するサイトはこちらです。オカルト心霊系 YouTuber おすすめランキングということで、総選挙になっているそうでございます。2022年1月の18日から始まっているということでございまして、カテゴリーはかなり多いんですけれども、このカテゴリーの中からオカルト心霊系の YouTuber おすすめ、ランキングになっているというサイトでございます。まあ、複数の YouTuber に投票ができて、まあ、グループでも個人でもノミネートが可能であると。そしてここにいない方は選択肢の追加をリクエストができて、投票ボタンから、投票していく。そしてこのページの内側に入りますと、レビューのような形で、評価軸も作っていけると。いう仕組みのサイトだそうでございます。で、どうやらですね、この中に黒子も入っているようでございまして、まあ、パッと見た感じそんなに上位じゃなさそうだなというところでございますけれども、基本的にはですね、黒子はあまり数字でもって良し悪し、上下、はっきりしすぎるというのが好まない性分なんでございますけれども、これに関してはですね、まあ、投票が複数回できるということもあって、単純にこう認知度の調査であったりだとか、視聴者さんにこういう投票してねと訴えかけているかどうかとか、結構そのあたりで環境差もあるので、一概に良い悪いとか、上下ということではなさそうなサイトですので、まあ面白半分と言いますか、楽しみがてら、いろいろな話をしていきたいなと思っておりますので、お付き合いいただきたいなと思っております。で、そもそもですね、じゃあなぜこれに触れるのかというと、まあ、ご覧の通り、まあ、1位からですね、トップ10あたりには、例えば七不思議さんとか、都市ボーイズさんとか、コラボをさせていただいた方が、入っているわけでございますけれども、これだけこのオカルト心霊系という YouTuber さんがたくさんいる中で、黒子もですね、やはり露出を増やしていくということは、とても大切だなと思っておりまして、まあ、チャンネルにとって露出が増えてマイナスになることはおそらくないと思いますので、まあ、YouTuber という、立場上ですね、まあ、どんなところであっても露出は増やしていっていいのかなと思っております。ですので、まあ、この中に、この後々ですね、下の方に黒子が出てくるはずなんですが、これがま、仮に上位あたりにいますと、世間の目に触れることも多くなりますし、視聴者さんから、ある程度の支援をいただいてるんだな、なんていうことの表れにも、なったりするかなと思うんですね。ですので、皆様方には黒子への、もしよければ投票と、推しの方々への投票と、合わせてしていただきたいなと思うとともに、レビュー的なものもですね、ぜひ書いていただいて、それを見た方が、お、真実を語る黒子っていうチャンネルは面白そうだぞと、思っていただけるようなですね、忖度の効いた、コメントをいただければ嬉しい限りで、ございます。でですね、露出が増えるということは、YouTuber さんがともこれを見る可能性が出てきますので、まあそれをきっかけにですね、お、この黒子さんっていう人とコラボしてみようかな、なんていうことでお声掛けをいただいたりする可能性もあるわけでございます。そういったことも含めて、露出を増やしていく、ということで、このサイトを紹介させていただいております。
はい。まあ、そんなことを考えつつですね、紹介がてら、皆さんの人気の傾向とかも知っていきたいななんて思いがありますので、この動画の中で、こう、画面に映っている方々で、皆さんがこの人推しだよとか、この人おすすめですなんていう方がおられましたら、ぜひコメント欄でも教えていただきたいなと思っております。クロコ自身もですね、このオカルト心霊系という枠の中で、良いご縁であればどんどん広げていきたいなと思っておりますので、皆様の推しも教えていただきたいなと思います。ではちょっと簡単ですけれども、触れていきたいなと思います。1位から3位までですね、ゾゾゾさん、オーマガトキフィルムさん、リッチドックさんということで、まあ得票数がかなり段違いにやはり多いですね。まあすごくこう人気の現れだろうと思います。で、これ面白いのが直接 YouTube のチャンネル登録者数だけが響いてるわけではなさそうだというのが、なんとなく他の順位も見ているとですね、まあ、七不思議さんが約10万人、都市ボーイズさんが約25万人ということで、でも票数の差で言うと、まあ、1000票ほどですので、何かこう、訴えかけるかかけないかの差とかがあるんでしょうかね。あんまり都市ボーイズさんは豆に、こういうものに、視聴者さん参加してくださいっておっしゃってるイメージもないので、なんでしょうね。何かが強く影響するものなんでしょうかね。まあ単純にツイッターでシェアされていたりとか、そのあたりが大きいのかなと思うんですけどね。まあ4位に都市ボーイズさんがいらっしゃったり、8位に七不思議さん。はい。やっぱり面白いですよね。ちょっと10位のデニスの怖い YouTube さん。デニスさん結構気になってるんですよね。動画は何本か拝見をさせていただいたんですけど、何かご縁があったらコラボとかできたら嬉しいななんて思う次第です。はい。そして不思議大百科さん、ガンジー横須賀さんもよく名前を拝見しますね。トクモリザウルスさんは、過去にヤースーさんとコラボをさせていただいております。ぜひまたお願いしたいところですね。これから9月がやってまいりますけれども、9月もそれなりにコラボを打っていきたいななんて思ってますので、都市坊主さんとか、七不思議さんとか、ヤースーさんとか、まあ、下田さんと田中さんの不思議大百科さんとか、ご縁のあるところはですね、ぜひお声掛けさせていただきたいななんて思っております。はい。そして川口隊長が20位。素晴らしいですね。はい。そして怪談ニーヤンこと島田秀平さんが25位。チャンネル登録約50万人のお兄様が25位。やっぱりこう紹介するかしないかっていうのも大きいんでしょうかね。はい。シークエンス、はやともさんが28位。さすがですね。他にコラボをさせていただいたことがある方々は、いらっしゃらないですね。というか、黒子結構下ですね。はい。まあ、分かってはいるものの、結構、あったありましたね。84位。307票もいただいております。ありがとうございます。はい。真実を語る黒子。皆さんぜひですね、ここから投票をいただいて、おそらく中のページからレビューみたいなものを書けるんでしょうかね。もし書けたら皆さん書いていただいて、これを見たどなたかが、お、黒子というチャンネル面白そうだぞと思うようなコメントをいただけたら嬉しく思います。はい。で、すぐ下にオカルトエンタメ大学さん、そして山口敏太郎先生、お、中澤先生もいますね。まあ、このあたりはもう、オカルトといえばという、名詞の揃いですけれども、若干黒子が上にいさせていただいてるんですが、先ほどもちょっと申し上げたんですが、オカルト心霊系という、枠の中で言えば、黒子より全然上のはずなんですけどね、やっぱりこのジャンル分けというのが、なかなか曖昧なんでしょうね。はい。いや、でも面白いランキングですね。こんなにでもチャンネル数があるんだっていうことが驚きなんですけれども。はい。やっぱり今人気のジャンルなんでしょうね。はい。まあ、黒子はですね、メインになるのはやはり民族学、宗教学ですので、まあ、オカルトに全振りしてるわけでもなければ、心霊に全振りしてるわけでもないんですけれども、仲間入りをさせていただいておりまして、現在ですね、84位ですね。はい。307票いただいて84位ということで、概要欄にこのサイトを貼らせていただきますので、ちょっと黒子の目標はですね、15位
20位ぐらいまでの間に入れたら、トップ20ぐらいまでに入れたらですね、かなり露出的には美味しいんじゃないかななんて思っているんですけれども、もしよければ皆様投票、コメント等よろしくお願いしたいところで、ございます。まあ、本来であればあまり投票を流したりするのは、クロコは好きな勝負ではないんですけれども、露出が増えるという意味で言えば、クロコにとってありがたいことですので、皆様方にもぜひ温かい、応援をいただければ嬉しいなと。思うところでございます。はい、今日はですね、といったところで、オカルト心霊系 YouTuber のおすすめランキングということで、紹介をさせていただいたんですが、まあ、やっぱり、人気の方々が上位にいらっしゃると、まあ、当然ではあるんですけれどもね。はい、クロコもその中の一人仲間入りしたいな、なんて思っておりますので、よろしくお願いいたします。さらにですね、皆様から、クロコさんこの人とコラボしてよとか、この人が推しだよ、なんていう方がおられましたら、コメント欄で教えください。9月もですね、コラボ月間というふうにできれば、嬉しいななんて思っております。6月のコラボ月間から約3ヶ月が経ちまして、まあ、現在約3万5千人ほどの、クロコちゃんたちに、囲まれて YouTuber として生活をしているんですけれども、ぜひですね、5万人、10万人と、さらなる上を目指していきたいなと思っておりますので、こういった地道な、露出を増やしていく活動からも頑張っていきたいなと思っております。あと告知ではないんですけれども、雑談がてらお話をさせていただくと、ちょっとですね、動画更新のペースもやはり大事なんですが、コメントを拾ったりとか、こういうちょっと雑談系な動画とか、まあこれはこれで、良さもあると思うんですが、やはり本来の形で言うと、クロコは割とみっちりとですね、知識情報圧殺権と呼んでいるんですが、皆さんがクロコの動画を見た時にちょっと知識を詰め込まれすぎるというか、情報が多すぎるぞクロコさん、一回じゃ覚えられないよっていうような、知識の詰まったですね、質の高い大学の授業のようなものをギュッとコンパクトにした動画というような、ざっくりとしたコンセプトなんですけれども、大学にも負けないようなですね、質の高い情報をギュッとコンパクトに、エンターテインメントとしての側面も持ちながら皆様にお届けしたいなと思っておりまして、まあ、更新頻度も大事なんですが、やはり動画の骨太さ、骨の密度の高さ、というのも非常に大事だなと思っておりますので、最近はですね、ちょっとその骨太を目指して動画も作っていこうと思っております。まあ徐々に、この暑さも和らいでいって、クロコも元気が出てくると思いますので、皆様お楽しみにしていただければなと思っております。はい。で、あと告知という意味で言うとですね、マロカレド公式ショップの方に、新しい商品も時々追加されておりますので、皆様そちらもぜひご覧いただければと思います。まだの方はですね、概要欄から、一度パッと目を通していただきたいなと思っております。はい、ということで今日はちょっと雑談のような動画になってしまったんですが、総選挙オカルト心霊系 YouTuber おすすめランキングということでご紹介をさせていただいたとともに、クロコへの投票ですね、皆様にお願いをさせていただきました。これからもクロコも頑張っていきますので、応援してやってもいいぞという方がおられましたら、ぜひ投票と、コメントですね、頂戴できますと嬉しく思います。それではまた、次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。